ニュースジョネ、いやー、はい、始まりました。今日のゲストは元経産省政策アナリストの石川和夫さんです。こんにちは、よろしくお願いします。そして今日の女子は真鍋さんです。はい、いつもの真鍋です。はい、よろしくお願いします。いやー、この間熱い議論ありがとうございました。本当ですね、処理水の件 で、まあそれに関連してじゃないんですけどね、はい、今日まあ続き続編というかね、電気代上がってます。どうですか？いや、もう怖いですよ。もう夏に入って7月に入ってね、はい、何もうどんなのが来るんだろうと思って、いくらになってるんだろうと思って。何倍ぐらいになるんですか、これ下手すると、はい、あのね、これはね、いつからいつを起点にするかなんですけど、少なくとも今回の値上げで、はい、中部電力と関西電力と九州電力を除いた地域は、はい、ちょっと地域によって違うんだけど、はい、そうね、大体、政府の発表を鵜呑みにすると2割から2割5分ぐらいは上がる。なるほど。だから 20% から 25% ぐらい上がってるはずですけど、はい、だけどね、それはもうメニューによって変わるので、ひどいところだと、例えば、はい、今回の料金値上げで連動して、はい、その規制じゃない自由な料金もあるわけですよ。自由料金分野もあるんだけど、はいはい、例えば産業用とか業務用とかだったらもっと上がる可能性はありますね、はい、だから人によって違うという言い方なんですけど、はい、言えることは安くなった人は多分一人もいねえだろうってこと。なるほど。いくら自由料金でもそれはないと思う。なるほど、はい、でここでポイントなんですけど、はい、今なんか覗くって言いましたよね。九州と関西と中部、関西と中部、はい、なんでこれ覗けるんですか？値上げしてないんですよ、ね、なぜこれはね、なぜなぜなぜですか？まずね、この値上げについては歴史は長いんだけど、ちょっとまず今回のやつは、これは一言で言うと、ロシア・ウクライナ戦争の煽りを食って国際的な天然ガスと石炭と原油価格が上がったせいです。はい。で、どうして、ロシアのせいです。そう。でね、結局どうしてそうかというと、日本は電気はほとんどが化石燃料という石炭と天然ガス、石はほんのちょっとしかないんだけど、うん、はい、石炭と天然ガスによる発電の部分が大層を占めておりますので、はい、その輸入価格が上がったら上がるわねっていう、こういう話なんですよ。で、これ本当は北海道から沖縄まで大手10社があって、はい、全部が上がると、輸入価格が上がったら全部上がらなくなる。という今の疑問を持つ人は多くなんだけど、はい、これ関西と、まず関西と九州はなぜ上げないかっていうと、はい、関西は大井原発、高浜原発、美浜原発がフル稼働しています、はい、九州は玄海原発と仙台原発がフル稼働しているので、はいはい、原子力が動いているということは化石燃料の輸入量を大量に減らせるんですよ、はい、なるほど、なるほどね。だから、はい、大量に減らせる、またあの端っこ見てる、つまり少ない化石燃料の電力エリアは、はい、多少化石燃料が上がっても原子力を稼働させれば、はい、相殺できちゃうので、はい、あの今回の値上げ申請には至らずと。なるほど。で、中部電力はなぜかというと、中部は浜岡原子力発電所がずっと止められちゃってるんだけど、ね、じゃあなぜ浜岡は今回上げなかったかというと、これはあの僕は中部電力の方に聞くと、まず一つの理由は、はい、実はあんまり言っちゃいけないんだけど、もともと高かったですって。もともと浜岡原発が動かないということを織り込んだ料金だったので、うん、なるほど。っていうのはありますと。それともう一つは、結果的に中部電力も他の電力と同じで化石燃料に依存してるわけですけど、はい、結果的に中部電力の化石燃料、多分天然ガスと石炭、これ2つなんだけど、はいはい、これの調達の仕方が非常に結果的に良かったと。あ、値段的に良かったというふうに言ってます。なるほど、ね。この2つの要因でもって中部については、今回は値上げは、企業努力で吸収できる範囲ですという、こういう言い方をしてて、実際、で、他の7電力についてはもう耐えられん。なるほど。もう無理と。でももう今の答え出てるじゃないですか。原発動かしたら電気代安そうですよね。でしょ。ところがね、今のジョネさんのご質問は全くごもっともで、でもと、震災の後止まってたじゃねえかと、あの時からどうなったなっていうと、実はその通りなんですよ。2011年3月に震災が起きて、その後原子力が動いてたんだけど、事故原発以外は、その後定期検査っていうことで、はい、全部の原発が定期検査で止まったんですけど、そっから再稼働がなかなか許されていないということで、本来電気料金を下げるべきはロシア・ウクライナの前じゃなくて、東日本大震災の前のレベルなんですよ。あそこまで、いいですか？あそこから言うと、東日本大、つまり2011年3月のレベルの電気料金から比べると、ロシア・ウクライナの前まで2割から4割上がったの。もう高止まりなの。なるほど。で、そっからさらに、そっからさらに上がってるの。2割上がる。そう。で、ただし、九州と関西については、野田政権と安倍政権で順次再稼働が実施できているので、はい、九州と関西はなんと
震災後に1回上がったんだけど、関西は2回電気料金下げてるし、九州は1回電気料金下げてるんですよ。これは原子力が再稼働したので、増えた化石燃料を減らすことができたから。ところが他の電力エリアはできてないんですよ。佐賀も行かないから。再稼働してないから。まあ、四国電力は、伊方原発というのが再稼働してたんですが、はい、裁判でもってほら。ああ、仮処分だ。仮処分だとか言われて、あれ、せっかく打ってるまた止まれた、お前な、みたいな。そういうことなので、それは値下げには至っていませんと。あら。だから今、まあ、ここはね、このスタジオは東京ですけど、こそ東京電力エリアじゃないですか。そうですね。東京電力の値段も、ロシア・ウクライナ戦争によって、で今回の値上げ前に比べて一般家庭で規制料金部分についてはまあ一人ずつ違うけど多分2割から3割上がってるよ。でこれは震災前から比べたら震災前から比べたらおそらく5割ぐらい上がってる。そうですね、今の計算だと。そうなんですか。ちょっとずつ上がってるから。だからこれについてグラデーション効果で気づいてない。これは東京電力について言うと原子力が3つあります。柏崎刈羽原発、柏崎刈羽原子力発電所、これ新潟、それから福島に2つあった第1と第2で、福島第1はまあああいうことなので廃炉と、うん、福島第2は津波をしのいだんですよ。はい。廃炉だかんね。うん。津波しのいだのよ。うん。だけど廃炉でしょ。うん。で、新潟の柏崎、これについて言うと実は東日本大震災の前の中越地震から止まっちゃってるんですよ。ああ、そうですね。だから、柏崎って7つ原子炉があるの。はい。世界最大の原子力発電所なんですよ。これは。ザポリージャ原発よりでかい。で、全然でかい。もう全然でかい。全然でかい。それを、いろんな政治的理由、技術的理由じゃないです。政治的理由で止めてるんです。だからこれは政治責任なんです。で責任は誰にあるかって言ったら、国政の政権与党と、それから新潟県政ですよ。悪いけど。出ました。うん。新潟県政。新潟県政。はい。だから、これはね、ただね、よく言うのは福島の人も新潟の人も東京電力なんだけど、東京電力の外だと。うん。俺たちは東京電力じゃないと。うん、だから東電のやつを再稼働しても俺たちには恩恵がないっていう言い方するんだけど、うん、だけど、これね、冷静な政策論で言うと、それは最初から分かってましたよねってことなんですよ。ああ、そうですね。分かってて誘致して。分かってて誘致して、それで誘致したり誘致して、いろんな地域振興策がそれとってやってましたと、うん、いうことなので、それを言われてしまうと、じゃあ、それだったらやめますかとなったら、これはもっと大変だからね。やめて撤去しちゃったらもう何にもなくなっちゃうんで。まあそうですね。だからそうやってこう共存してる。でもね、政府のね、政治家もね、そういうことを言わないんですよ。なるほど。だから確かに、すでにお金上げてますよねって話。自分で言えばいいんですよ。であとね、東京都知事もね、はい、小池知事もそうだし、あと埼玉県知事もそう、千葉県知事もそう、柏崎からもらうんだから、うん、新潟県知事に対して、お願いって頭下げてよって言いたい。あ、そしたら新潟県の花角知事だって、いや、それは小池知事から頭下げられた、それから神奈川県の黒岩知事から頭下げられた、うん、ね、というふうに、まあ、そうやって知事さんが言ってくれたら、いや、確かに政治家として考えますってなるのにやんないでしょ、関東の知事は。東電に文句ばっかり言ってます、ね。そう。あとね、それとね、やっぱり総理官邸がね、総理と官房長官が行くとちゃんと言っても、よろしく頼む、お願いと、その代わり賠償は全額国が、何かあったら国が払うって、いや、いいのに。これね、すごい、石川さん、今、すごいポイントを言ってまして、はい、原子力賠償法、うん、これ結構曖昧なのよ。はい、曖昧っていう、要はね、誰がね、うん、まあ、甚大な災害が起こるわけでしょ、はい、最終的にじゃあ誰がそれ負担するのってところで、はい、基本的には会社がね、そのまあ運営してる会社の負担ってなるんだけど、うん、でも実際東電はもうほとんど国が保障しましたよね、うん、はいはい、だから原賠法っていうのをもうそもそももう何かあったら国がやると、うん、国策でやってんだからってことにしちゃえばいいのに、うん、なんか一応その立て付け上はあれなんですよね、公設民営みたいな感じなんですよ。そう。それでね、これ僕はね、いろんな自民党のね、はい、まあ、あと前の民主党政権だった人と、何人かと、その原発のいわゆる専門にしてる議員さん何人かいるんですけど、喋、はい、ると、みんなね、これについては否定的なの。なぜかというと、うん、僕はこの間も自民党のある部会でもってこれ言ったわけ。国が全額保障するってこと言わなかったら、それは新潟県だって納得しねえよ、そんなものはと。うん、だからそうやってやりゃいいじゃんかと。だってね、国は安全だと思って再稼働を商用するわけだから。うん、ね、うん。それが何かあった時に自分が全額賠償するのは嫌だというのは、成り立たんというふうに言ったら、うん、そうだそうだと言ってくれる議員もいるんだけど、はい、いやいや違うんです、石川さんという議員さんが言ったのは、はい、僕に言ったのは、はい、これは反対する議員はみんなそう言うんだけど、なぜ国家が全額賠償しないかというと、それをやると電力会社が甘えるっていうふうに言うんですよ。お前な、そんなわけねえだろって話。現場が一番困るんだから。あれはね、僕はね、国会議員としてとか政治家としてそのっちゃいかん。うん、だって原子力っていうのは、さっき言ったように化石燃料。はい、
古くはね、1970年代のオイルショックっていうのがあって、この時に大パニックが起きたっけ、うん、世界中、日本もパニックって、うん、で、いかに外国に燃料を依存してるっていうのは、こんなにいざとなったらとんでもなくて、うん、もう首根っこ、小札与奪を握られるというのは嫌だから、石油を使わなくして、原子力と天然ガス、まあ天然ガスも輸入なんだけど、うん、石油一本足打法じゃなくて、他もいろいろやってて、つまみ食いしようとやってた、そのつまみ食いの一個が原子力で、これはものすごく日本の電気料金を、安く定位安定するのに役立ったにもかかわらず、それを知っているんだかいないんだか、まあ知られるかもしれないけど、だけどそれでそういう知っててわざとかもしれない、あ、そうかもしれない、うん、それをなんていうの、次の選挙でこれを言うと票が落ちるかもよみたいな、あとメディアに責められるかもよみたいなことでずっと放置してきたのが、僕は日本の前の民主党だし今の自民党だと思いますよ。あと公明党もそうですよ。だけどね、そうやって政治家の人たちの立場もわからんじゃないけど、だけどいいですか、言っちゃ悪いけど、国会議員って数えたって700人でしょ、我々1億2700万人の国で、この人たちが電気料金に喘いでる時に、あんたらの選挙で受かるとお金とかっていうことって、本当に原発なんですかと言いたいわけ。まあ本当ですね。違うと思いますよ。だって各選挙の時にどの一種に話題がありますかって言ったら、多くの場合は年金と医療だと思うよ。まあそうですね。あと景気ね。あと最近では子育てってもありますけど、原子力なんてね、ベスト5に入らねえって。だけど次の選挙は電気代は。いや、電気代入りますよ。これ間違いないですね。いや、だってエアコンをつけられない、高くなりすぎてもうつけられないって言ったら、もう熱中症で亡くなるっていう危険性が本当にあるんですよ。そういうね、ことをね、記事でも書く新聞社いるじゃない、うん、にもかかわらず片方ではね、原子力について不安だ、お前なみたいな、うん、治れたら定期はしねえと、そんなもんなってる。本当です。いや、ぶっちゃけそうなんですよ。いや、だから再稼働すればね、うん、なんか電気代安くなるし、で岸田さん再稼働に積極的で前のめりだとか叩かれてますけど、そんなに再稼働してないですよね、まだ。何が起こってるんですかね、はい、去年の11月か12月、どっちだ、12月かな、はい、暮れに、政府、岸田さ総理が自ら言ってるんですよ。日本の目標はね、2023年7月以降、順次、柏崎も含めて、東日本のことを再稼働する、ね。こうするとね、あ、2023年7月、え、今年の7月に再稼働とかって思うじゃない、はい、違うの、いいですか、2023年7月以降。以降。以降。来年の7月も2023年7月あ再来年の7月も、これを官僚の習字学と言います。そうなの、これね、じゃあね、あれ、原さんに聞いてみ、原英二さんに同じ質問してみ、僕と同じ答え書いてくれる。岸さんも同じこと言う。僕の言ったことは、うん、石川君の言ってる通りだ、絶対言う。2023年7月以降というのは、未来英語のことは、彼ら二人は絶対言うはず。何それ、ダメじゃん。ダメですよ。だから、だけど、僕はあれが出た時に、それでもね、ある程度の進歩だと思った。菅さん、安倍さんは言わなかった。だから、岸一応頑張ったんですね。岸田さんはそういう意味では、まあ、岸田さん本人というよりも岸田政権はそれなりに頑張ったけど、はい、僕からすると、以降だけは余計だね。それね、までってやればいいの。まで。なるほど。いついつまでって言われたら、もう。やるしかない。やるしかない。ところが、以降ってなると、僕からすると、する瞬間、あ、これ、10年後も2023年以降だなと思うわけ。そういう、この以降って入ってるだけで、そんなに変わっちゃうんだ。これだけでもこういう番組って30分持つよ。いやー、そういうの入れてくるんですね、その以降って。このね、一言。こういうね、そう、この一言の以降とかなんとかっていうものが随所に散りばめられてんのよ。これはずるいとこですね。これはどうしてわかるかっていうと、それを書いてた側の人間だ。あ、散りばめてた方だから。悪い。知らしです。作ってる人なんです。知らしてたんです。僕先週ね、前回のこの番組で、はい、現時点においてはって言ったでしょ、はいはいはい、あれは逃げ交渉なんだよ。現時点においては。なるほどね。明日からは知りますよ。というか次の時点においては知りませんよと。あと最も言い訳がましいのが、はい、よくある、よく使うフェーズで、はい、検討する。ああ、騎士大好きですね。検討はするんですよ、はい。検討したとどうするって言ってないからね。やるとは言ってないと。やるとは言ってない。検討はする。検討はします。本当。2023年4月以降検討するってもほとんどないですね。検討するもいくつかの種類があるんですよ。何種類？あのね、慎重に検討するっていうのと、真剣に検討するは違うからね。どう違うんですか？真剣に検討するっていうのは、やる気があるの。あ、まだ。真剣に。なるほど。慎重に検討するは、検討するけど多分無理よ、分かってね、なの。ひでえ。よくね、ジョーナさんね、はい、反対派のことを慎重派って言うでしょ。ああ、言いますね。そういうふうに言うでしょ、ええ、反対派って言えと思ったこの時は。ああ。慎重派、だから、曖昧なの、日本語って。なるほどね。反対なんだろうと、要は。うん、
ところがね、おそらく多くの日本人ってそれが分かってんだよね。あ、慎重、やんねえわと。あ、そこももうあれなんですね。だけど国会答弁上では野党に慎重ってことはやらないってことだろうとか言ったら、つかつか返ってきて慎重に検討いたしますと。もうそれで、ああね、ほんとね、真剣にと慎重にというこの言葉だけで、これこの副詞だけで全然変わってくる。じゃあ、 原発の再稼働は真剣に検討していただいてるんでしょうかね。真剣に検討はします。真剣に。だけど結局ね、原発の再稼働について言うとちょっとね、日本のルールってのは良くなくて、国政だけで決められずに地元の知事の同意を得るというのが、電力会社と県の協定みたいなものがあって、これは法律じゃないんです。あ、単なる協定、紳士協定なんだけど、はい、日本で紳士協定といったら法律より強いからね。あ、地元の理解っていうのは要はあれでしょ、知事がもう同意、同意すればいいわけでしょ。ところがね、知事が選挙落ちそうだと同意しないと、うん、ところがね、知事の同意っていうとね、あ、知事の判断だと思うじゃない、ね、その前に議会の同意ってのはある。あ、ここで揉める、そこでどん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 あるわけよ、またってな話で。だけど我々が言い続けなきゃいけないのは、原子力が好きとか嫌いとか太陽光が好き嫌いっていう、そういう好き嫌いのじゃなくて、単純に電気代が高くて、日本はだけど電気代を安くする手段が外国と違って日本はあるんですよ。あるんです。外国はないですもん。あるんです。だから九州電力ね、関西電力は原発稼働して安いじゃないですか、うん、今回値上げしてないんだもん。だから北海道は泊原発、東北は東通り、それから女川原発、東京電力は柏崎刈羽、北陸は鹿原発、これ中国電力は島根、四国は伊方、中部は浜岡、うん、これを原子力をフル稼働させれば電気料金は相当下がります。ただし、急には下がりません。うん、半年から一年かかるけれども、うん、ずーっとこれを稼働していけば、定位安定という2010年の状態に戻す。2010年の状態に戻すということは、皆さん、4割か5割は確実に安くなるということなので、絶対いいでしょっていうことなんですよ。だから要は、設備があるわけも。うん、ね、で燃料もあるわけ、うん、そう、うん、そうで、まあ人もね、うん、まあ一応まだちゃんと要請してるんで、うん、あれですよね、原子力留学みたいなとこ行って回ってるとこ行って勉強してるんですよ、運転員やってるんですよね、うん、なんとか技術絶やさないみんな頑張ってやってるわけ、だからそういう意味で言うと、ドイツは唯一ね、非常に変わった国なんだけど、欧州の中で脱原発を本当にやっちゃった国なんですけれども、うん、ドイツの電気料金は高いんですね。うん、はい、なので、まあ、フランスも今ね、原子力大国7割が原発なんだけど、今原子力がちょっといろいろあって止まっちゃってるので今高くなってますけど、それまでの普通の状態ではフランスは EU28 カ国の中で1番か2番安いんです、料金は。でね、ドイツとかデンマーク、っていうのは風力大国ですが、はい、デンマークは高いですね。ああ、そうなんですか。電力高いです、ね。風力高いやん。うん。でもね、それはそれであんまり日本人は文句言えないです。なぜかと、彼らの主権だから。彼らがそれでいいと言ったのは、それそれでいいんですよ。だけど私は嫌です、日本がそれは。ちなみに、なんで風力だと高くなるかっていうと、はい、風が安定しないからですよね、簡単に。そう。それとやっぱり1個あたりの費用対効果で、これ日本政府の出している資料で有名な資料があってですね、はい、100万キロワット級原発っていうのは普通の原発、原子力なんですよ。はい、火力も。100万キロワットっていうのは大体、まあいろんな計算の仕方があるんだけど、フル稼働して大体20万から30万世帯分の電気を安定的に停電なく供給できるという、まあイメージなんですけど、はい、この100万キロワット級の原子炉の面積って大した面積じゃないんですよ。そうですね。そうなん、大した面積で、火力も大した面積じゃないんだけど、太陽光パネルは山手線一周分なんです。そう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 。大きい。しかも薄いとこから、薄いとこから集める。それがまだいいですか。一周ね、はい。風力はその 3.4 倍なんです。武蔵野線ぐらいいっちゃった。もっといっちゃった。大変。だからエネルギー密度の問題ですね。そう。だってそれはそうですよ。あのね、化石燃料、原子力が核燃料っていうすっごい小さな体積なんですよ、はい、すっごい小さな体積で、化石燃料だとちょっと大きいんだけど、それでも大した体積じゃない、うん、そこにエネルギーが溜まってるわけよ、うん、確かに。だけどね、皆さんいいですか、太陽光とか風っちゅうのは分散されても飛び散った、ね、拡散されたエネルギーを集めるわけだから、広い範囲から集めて、でやっと使えるんです。それは皆さんお金かかりますよ。なるほど、ね、だからその風力大陸の大陸の、うん、大国かデンマーク、意外と安くないとないんですよ。ただまあデンマークの人はね、まあそれをいいか悪いか知りませんよ、インタビューなんかしたことないし。だけどそれで国が持ってるってことはまあいいんじゃね。したことじゃないよ、そんなもの。だけど日本のことを考えたら高いですよ。そうですね、うん、安く、向こうはね、原子力も火力も普通にフル稼働してそれぞれちゃんとやりながらその値段なんですよ、うん、ロシア、ウクライナのせいで。日本は、はい、安くなるものをほとんど全部止めていて、これだからバカじゃねえとか言ってる。まあ
全くその通りです、ね、動かしたら必ず安くなりますから、はい、はい、ということなんですよ、はい、分かった？そうです、分かりました。意外と簡単な結論でしたけど、いやもうやっぱり原発を確かにね、はい、あの賛成っていうわけじゃないんですけども、はいはい、なんで賛成じゃないの？使ってもあるものはやっぱり使って、はい、なんで賛成じゃないの？あ、なんていうかな、やっぱり怖いっていうのはちょっと。そうだ、それが非科学的だって話じゃん。お前何聞いたんだお前。なんですけど。何聞いたんだ真鍋。なんですけども。そう。だけど。やっぱり風評被害がある。風評被害。最初の情報がどういう情報があるって人間って変わるんですよ。ああ。ファーストインフォメーションで変わる。そうですね。まあ今回の福島の事故ね。だいぶそっちの人にも使われちゃったんです。まあでも事故起こさなきゃよかったんだよ当年もさ、うん、俺防げた事故だと思います。あれは今や僕ジョーネさんの番組で行われてたかもしれないけど、非常用電源、燃料を冷やす非常用電源があと10メートル高いところであれば、そうそうそう、あの事故はなかったの。そうなんですか、と言われてます。あれね、天井に1個置いとけよかったんだ。だから福島第二は同じ津波が来たんだけどしのいだんです。そうなんです、事故が起きなかった。そういうことです。はい、本当にね、タッチの差ですね、タッチの差、はいはい、まあでもそれでもね、うん、もう電気代高いのは耐えられないと思いますから。そうなんです、僕も再稼働した方がいいと。もう12年前のことですから、皆さん、はい、あの、え、よくね、福島を忘れるなって言うけど忘れませんって、誰も、うん、誰も忘れないから、うん、ね、そのから皆さん電気代が高いのも忘れないでねと、うん、言いたいですよ、ね、はい、なんか嫌な話に最後なってしまいましたが、まあ、そんな形でね、エネルギー政策正しくご理解いただければと思います、はい、ということで今日のニュース上ね、この辺で終わりにしたいと思います、はい、石川さんありがとうございました。また来週、はい、お楽しみに。